このハサミはこういうふうに持ち方によってこう腕をこう内側に絞るようにして持ちますと、このハサミの刃先がよく擦れ合ってで切れます。こういうふうによく切れます。でもしこれをこう絞らないでやるとこう切れ味が悪くなります。こう必ずこう絞るようにして切るのがコツです。こんな感じですね。こんな感じですかね。